ズンダの妖精、ズンダモンなのだ。四国メタンです。今回はケロロ軍曹に登場する侵略兵器 X シリーズの中でも強力な攻撃力を持つ X55 を紹介するのだ。バツ印からケロン文古代兵器のキルルを連想しますわ。何か関係はあるのかしら。そもそも X シリーズの X55 はキルルの一種なのだ。ではこの X55 も古代ケロン人の負の遺産なのかしら。それは作中で明かされていないから不明なのだが、 X55 は古代ケロン軍ではなく現代のケロン軍が製造したものなのだ。アニメ版で登場したキルルドットやキルルバージョンテンボーニーは現代のケロン軍が古代遺跡を研究して製造したものだと判明していて、クルルの解説によると X55 はキルルドットやキルルバージョンテンボーニーをバージョンアップさせた新型のキルちゃんなのだ。原作とアニメの辻褄を合わせるには X シリーズにキルルドットも含まれると解釈する必要がありますわね。次にどのようにしてケロロ正体が X55 と接触したのか説明していくのだ。 X55 はケロンスター宇宙侵攻軍第3本部艦隊が運用していて、この艦隊の指揮官と思われるとある大佐が地球では現在クリスマスでプレゼントを贈るという行事を知り、大佐がケロロ正体に宇宙アイドルスモモちゃんのぬいぐるみを贈るためにぬいぐるみを入れるパッケージ、つまりプレゼント箱として X55 を贈ったのだ。動画の冒頭で X55 は強力な攻撃力を持つと言っていたから、ケロロ正体に X55 自体を侵略アイテムとしてプレゼントすればよかったのに。ケロロ軍曹もそれを希望していたけど、法的に X55 は侵略には使用できないのだ。 X シリーズは宇宙侵略法の強化によって侵略兵器としての運用が不可能になったのだ。前回紹介した侵略すること自体は許すけど、侵略の方法を規制する条約である宇宙戦闘禁止条約とは異なるもので規制されているのね。でもケロン軍が持っている技術なら X55 を使わなくてもケロロ正体がいる地下秘密基地に直接送ることもできそうだけど、プレゼント箱として X55 を使ったのもやはり何か意味があるのかしら。ケロロ正体に何も知らせず X55 を送ることでわざと戦闘を発生させケロロ正体の士気を高める狙いもあったのだ。そして大佐の狙い通り突如現れた X55 を前にケロロ正体は第4警戒体制を敷いて戦闘に入るのだ。ちなみにケロロ正体には他の体制もあって、拠点である日向家を要塞にする第1級防衛体制やギロロが指揮を取る第1級戦闘体制がありますが、 X55 が現れた時に戦闘でも防衛でもなく第4警戒体制を敷いたのは X55 の識別コードがケロン文であったからだと考えられますわ。次に X55 の強さについて紹介するのだ。原作ではタママインパクトをバリアで防いだり、ギロロの攻撃を全て回避したのだ。攻撃を当てるだけでも難しいのにバリアを張られたら全く倒せそうにないわ。さらに X55 は攻撃力も桁外れで識別したものを操ることもできるのだ。具体的にはタママが乗っていたフライングボードを空中で分解させたり、ケロロロボやギロロのフライングボードを爆発させて撃墜させることもできるのだ。超能力のようなこの技の強すぎるところは距離が離れていても識別したものを思い通りにできることなのだ。識別する目を無力化するしかなさそうだけど、ここまで強いと目くらましも対策されてそうね。ちなみにアニメ版の方はこの超能力のような技は使っていないのだ。それなら比較的簡単に接近して攻撃できるから弱体化されたの？常に浮遊できる X55 にとって遠距離から必中で撃墜できなくなったのは弱体化とも見えるけど、代わりに違う技を持っているのだ。それがこの腕から無数のレーザーを放つことで接近を許さず、もし接近されたとしても体が硬すぎてダメージが入らないのだ。そしてこの腕は巨大化することも可能でゴッドケロンを瞬時に貫くこともできるのだ。さすが X シリーズの新作、この強さはケロロ正体が敗北しても仕方ないわ。ケロロ正体は X55 に負けたけど、もし全員本気を出していたら勝てたと思うのだ。それでケロロ正体が敗北した後はどうなったの？原作もアニメもモアが駆けつけてキャロルハルマゲドンを放って X55 の再起動に成功、ケロロ正体は大佐からスモモちゃんのぬいぐるみを受け取って事なきを得るのだ。さすがモアちゃん、星の断罪者の力はケロン軍最新兵器をはるかに上回る。今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価をよろしく。